どうもこんにちは、ドッカゴンです。マリモです。本日は質問に答えるコーナー。今回後編となっております。今回もね、リモート配信でございます。元自衛隊の特化の方と、マリモでお送りさせていただきますので、ギネス級のマリモとなっております。でかいでかいでかい。マリモ感がすごいですよ。質問コーナー、前編ございました。見てない方ね、下、貼っときます。よろしくお願いします。またあの、質問ありましたらね、質問コーナーこちらのコメント欄にお願いいたします。次回に、お答えさせていただくかもしれません。どんどん答えていきましょうよ。よし、いきますよ。早速、まず質問こちらです。ドドン。89式小銃の分解結合はどのような状況な時行うんですか。まあこれ簡単に言うと64でも、89でも同じなんですけど、小銃の分解結合どんな時にやるんですか。これはですね、曇りの日にやります。ほ、曇りっていうこのすごいこうアンニュイな気分の時に、気分転換に分解してみます。なわけねえだろ。なわけなんだ曇りの日って。ちょっとなんかぽかったでしょ。ぽくないっす。新隊の時は、射撃終わった後やりますよね。で、演習の後も土とかの汚れとかね、例えば雨降っちゃったりしたら中錆びてますから、でそういう時はもう分解結合して中整備しなきゃいけないですよね。鉄ブラシでガリガリやった後にこうふきふきして、そうそう、金ブラシみたいな、で細いフロス通してね、こうシコシコして、ね、そう、あとはあれですよね、ぶち込んでしまったらちょっと古い小銃出して、はい、そういう時ですよね。そういう時にやります。はい、続きましての質問こちら。彼は空挺なのですが、舞台を聞いてもはぐらかされます。あまり聞くのは良くないですか。あれですかね、もう自衛隊員じゃないんじゃないですか。そんなことはない。どこの舞台にいるぐらい、はい、あんまりあれなんじゃないですか、自分のことは語りたくないんですか、ニッペリアス系をさ。昨日何食べたのとか言われても知らねえみたいな。いや、ちょっと聞くんじゃねえ。聞くんじゃねえ。なんだよそいつ。まあ一応なんか全部言わないでおくっていう、まあ真面目なんですよね、おそらく。なのか本当に自衛隊員じゃないのか。まだ言う。空挺でも入れる日はあるんで、そ、入ってみてね。演行事系はいけるんじゃないですかね。それであの彼氏さんのこう舞台見てもらえれば普通にいいですよ。そこではっきりしますね、本当にいるかいないかね。どうすんの、あの民間の迷彩服で。いやっつって。中退ぐらいだったら言ってもいいんですか。もうちょっとね仲良くなったらね、じわじわ聞いていけばいいんじゃないでしょうか。まだ付き合いが浅いのかもしれない。かもしれないですね。かもしかしたらあれですね、その彼女も何も打ち上げてないかもしれないですよ。私はとか言ってるかもしれない。いくつなのとかって聞いても、ちょっとそれはちょっとつって、ちょっとあの私引田天功なんでみたいな。引田天功なんで。引田天功って言っちゃってるじゃん。はい、続きましての質問こちら。ドドン。駐屯地内にいて地震が起きたとき、駐屯地内はどうなってるの？いや、慌てますよ。慌てますよ。本当にでかいのだったら、初動処置の可能性出てきますね。あと、非常固守。自分の駐屯の、有線もつなごうみたいな、普通にあの、ドラムで。だから、慌ただしくなりますか？めちゃめちゃ慌ただしいです。慌ただしいっていうのは別にあのパニック状態になって何もできないじゃなくてね。ちゃんと、準備。さあ、続きましての質問。こちら、ドドン。野戦特化志望なんですが、他の職種よりも入るの難しいですか。特化のやってる教育隊前期に入れば確率は 30%、40% で、特化にそのまま残れると。野戦に行くかどうかはちょっとはっきり言えないけど。ね、いやすごいよね、その野戦特化にそもそも行きたいって言ってる時点で、志が高いよ。まあ、特化に行きたくしかなかった、絶対校舎特化って言うわけ。おいおいおい。ちょっとでもなんかこうシステムメカニックな方に行きたい。こちら、ただ、一般隊員として入隊後音楽隊に編入みたいなことできますか。僕は聞いたことがないです。はい、俺もないな。全国大会出てましたとか、なんかそういう経歴がないとそもそも。僕なんかあれですよ、高校の文化祭でバンドをやってですね、で入隊の時もギター背負って入ったんですよ。それでも音楽隊になかったってことは、そもそも賞取ってますからさ、だからそんなんだよ。なんかないとね、厳しいですね。こちら、ドドン。北海道では自衛隊の方は
お店で大盛りとか、可愛い店員さんにお疲れ様とか、そういった優遇的なしてもらえてます？どういうイメージなの？ないんですか？ない。普通の人と変わりません。え？そうなん？ポンタポイント10倍とかそういうのないんですか？ないですね。自衛隊大盛り割引とかないの？ない、ね、学生じゃないんだ。でも学生みたいに食うじゃん。だってそれを自衛隊にやったらもうとんでもない感じじゃないですか？確かにね。あの、国分町歩って、坊主で国分町歩ってると、今日はどこ中退って言われることはあります。それはだから、自衛隊だからちょっとお金使ってくれると思われる。まあ、聞いたことないです。まあ、地域を挙げてっていうのは少ないかもしれないですね。はい、続きましての質問です。ご飯が美味しい有名な駐屯地はどこ？訓練中についでに取った食材とか出るところあるんですか？松茸とか。ああ、なるほど、なるほど。自分のいたところは美味しいっていう話でしたけどね。小さい方の駐屯地の方が飯はうまいって言いますよね。どこ行っても。うまかった特にメニュー何でしたっけ？なんか、ほんとカレーとかじゃない？お、カレー。いいね。あれだ。あの、滝川のスープカレーだ。あのね、駐屯地名物のね。あれですよね。食ったことないですよ。ベル食品よ。ベル食品の。食ったことないの。北海道に転属する人が特価はめちゃめちゃ多いから、だから北海道の飯はとにかくうまいとか、イクラが普通に出るとか、カニが普通に出るとか、もうほんと竜宮城みたいな感じでね、聞いてますから。はい。おい。はい。どこの駐屯地だ、おい。どこの駐屯地だ、おい。イクラとカニ出すところ。出た。出たら浦島太郎、行ってきたんか。玉手箱開けたよ。俺だよ。なんで白髪に飲んでて坊主になんだよ。パカって開けてポーズになるのかい。なんかね、東千歳はね、あのでかい駐屯地ですけど、本当にね、あの当時からね、美味しいっていうのはね、あのやっぱ転属して帰ってくる陸曹とか普通にいるから。あと陸橋一層橋行って帰ってくるじゃん、あの例えば北海道の駐屯地に、で仙台駐屯地帰ってきて三層だから、それもなんかうまい、やっぱ北海道はうまいってみんな言う。でも仙台の飯がまずいイメージがまずそもそも俺はないんだけどな。仙台駐屯地はね、なんか誰がつけたかランキングか知らんけど、あの東北で下から4番目だっていうのをね、あの、いや誰がつけたマジで誰がつけた。そう、あの、まあ、ね、多分ね、すごい勘違いされるけど、そんなことはないんだよね。そんなことないんだけど、勝手なランキングがね。訓練中についでに取った食材出るところある？ないよ、訓練中に、練習中に。はい、続きましてこちら。自衛隊に銀行があるって聞きました。金利も優遇されてるそうです。防衛省の経営なんでしょうか、それとも公務員の、全体的な優遇なんでしょうか。これあるよね、確かにね。公正化ですか。まあ、金利変わっちゃうからね、あの何パーっていうのは僕の時とまたちょっと違うと思いますけど。ありました、はい、我々の時は多分全然下がってますね。下がってるよね、正直。だから、今は多分どれぐらいとかなんですけど、民間で定住み定期やるよりは自衛隊でやった方が明らかにです、明らかに。それはだから、あの自衛隊の給料がほらすんげえいいかっつったらそうではないじゃん、その分なんかそういった部分の福利厚生っていうのがありますよね。もう経営がね、あの防衛省管轄なのか公務員全体なのかちょっと分かんないですけど、まあでも、あの金利がいいのがあるっていうのは事実です。ドダン、ゾンビ隊長に質問です。俺か。好みの女性はモデル系ですか、グラドル系ですか。どっちもいいんですけど。でも身長高い系って言ってるから。あ、モデル系ですね。え、それは何ですか。はい、磯山さやかさんと富永愛さんを取れてる。富永愛さんといます、ここは。すげえ極端な、すげえ実名を出すのかいっていう、ね、本当にどっちかっていう、勝手に。森尾さんは磯山さやかさんでもなく、富永愛さんでもなく、本当一番好きなのはジャイアント馬場ということでよろしいでしょうか。ということで、十分気ぃ。うわ来た、うわ来た。ドダン、この前彼が騎兵隊長だって言ってました。騎兵隊長って何ですか。ああ、騎兵隊ね。騎兵隊、え、あの国旗交換ですか。そうです、そうです。騎兵隊長って何で、英社だから言って言ってる。あれって3人だよね、やるの。3人です。3人のうちの長ってことなんじゃないかな、言いたいのは。本当は英社の方ですよね。何ですかっていうのは、だから国旗を上げたり下げたりする、あのいわゆる運動会で見るあの係です。多分それを畳む人じゃないか、騎兵隊長だから。はい、続きましての質問こちら、ドドン、
空挺レンジャー持ちの友人が1年ぶりに連絡来たら習志野にいると連絡が来ました。もしかして他の人に自慢してもいいですか。いわゆる特殊部隊なんじゃないのっていうのを友人はちょっと期待してるんだけど、部隊名さえ出さなければなんかじゃないのっていうのをちょっと自慢してもいいですか。1年ぶりの連絡がちょっと その確率が高まるっていうのはちょっとまだそこはあんまりはっきりしないですけどね。なんだろう、その例えばさ、ものすごい自衛隊のこと好きな人の集まりの中に、はい、私の友人は空挺レンジャーですよって言ったら、うん、わーすごいってなるかもしれない。もしかしたらね、はい、はいはい。でこうさ、ただ普通の友達にさ、いや俺の友達空挺レンジャーなんだよって言ったところでさ、何のことか分かんない。まあ、分かんない。そこはね、ちょっともしかしたらですよ、なんかアプリのツムツムとかにすごい夢中で1年間夢中でもう1回も LINE 見忘れてたっていうパターンもありますからね。ツムツムの中毒性はすごいらしいからね。ツムツムっつうのは本当にすごいらしいからね。ツムツムやったらもう1年間連絡はね難しいかもしれないですよ、空挺隊員とは言えない。何回言ってんだツムツム何回ツムツム言ってんだよ一生も言ったなんだろう、空挺レンジャーってあの全国に普通に転属して、だから言ったら全国に多分何千人いますからはい、続きましてこちら、ドドン。陸上自衛隊はどこかの駐屯地に宇宙人の死体を隠していますか。エリア51か、わかんない。武器庫開けたらさ、おい森っつって、お前マジでもうそろそろな、お前ももう陸曹の試験近いしな、お前も見とけっつってガチャってこうやって開けてさ、したらもう横たわってるさ、宇宙人がこう、ないんすか、うん、ねえよ除隊した瞬間みんなに言うよまあ特化にはね、まあ武器庫のあのクリアケースの中に、まあ、手榴弾とか、まあ、あの機関銃も一応入ってるんですけど、そこの横にこう扉があってですね、あ、まあちょっとそれ以上はちょっと、はい、言えないんですけど、じゃあ次の質問、はい、行かせていただきます。おい、はい、みんな、はい、仙台駐屯地行こうやめろめちゃめちゃ迷惑だ宇宙人いますよね。それでは最後の質問です。おドドン、駐屯地内はどこで給油してるんですか。どこで給油してるんですか。駐屯地内にありますからね。はい、駐屯地内にね、ガソリンスタンド的なものがあります。はい、いわゆるモータープール内ですよね。モータープール、あの補給ですよね。まあその補給の隊員が待ってて、でそこにトラックとかブロロロロって来て、ドボドボドボって入れて、入れたリッター数とどこ中隊っていうのをこうなんかね、バインダーみたいなのね、メモメモしてですね、はい、お疲れっすみたいな感じですね。ということでございます。ね、質問皆さんありがとうございました。よっしょ、初めてのねリモートということでね、質問コーナーやらせていただきましたけれども、またね、あの改良を加えましてですね、やっていきたいなと思っております。皆様コメントありがとうございます。そしてまた質問ねございましたら、明日よろしくお願いいたします。ツイッター、インスタやっております。特化軍で検索フォローお願いいたします。チャンネル登録してございます、お願いします。特化軍バサイボーありますよろしくお願いします。本日はこれまで。それじゃあまた、うわ、あんた16もキックってさ、それじゃあまた。